サーブです。お願いします。アイハンズル PK 外したら即脱衣。ということで今ただいまの時期ですね、11月末の冬の朝になっております。はい、寒い、寒すぎますね。まあ、みんなちゃんと厚手というか、みんな上着てるんですけど、はい、まあ僕たち去年ちょうどですね、まだまだ登録者低い時にやった PK 外した即脱衣がものすごい大人気ということで、はい、まあ今年もやりましょうよということですよ。はい、待ちに待ってました。もうこの季節ちょっとさ肌寒いなと思ったら、あの時のトラウマが蘇るから。蘇るね。蘇るよ。翔太くんはやっぱキーパーが得意というのはもう俺らの動画で何回もやってるんで伝わってると思うんで、はい、まあ、今日もキーパーということで、はい、だって脱いだらもう後だらけになっちゃうから。ということで俺ら4人で今回はキッカーとして、はい、まあ、どんどん蹴っていくと、はい、で翔太キーパーで、点を決めたらセーフ、止められちゃった場合は、1枚服を脱いでいただきます。はい、はい、で最終的にもう脱げない感じになっちゃった人からもう退場という感じになる。はい、はい、もう正直さ、サッカー企画を1年をさ、うん、結構やってきたからさ、うん、上手くなっちゃってんだよね。あーめちゃめちゃ上達してる。はい、脱がない可能性があるっていうのが俺だけだ。前回さ、よし君豪輝がうちのサッカーというかフットサルにおいてはもう日本の矢じゃん。いや、お前らが大事、もう右翼左翼みたいな話だよお前。どうですか今回自信のほどは。まあよし君が言った通り、今回ちょっと視聴者の期待には添えられないから。ああなるほどね。もう全然裸見れないよ。ああ成長しちゃって、あ、まあ冷えちゃうよね。やばいよ俺マジで。プリティボディよ。プリティボディ。マジやばい。俺マジ決める。ヒエこれ決めてない。で、前回出てないから。あ、そうよね。ちょっと楽しいですね。ヒエ君の寒がってる姿。早速やっていきたいと思います。はい。いきますよ。それでは、ね、レッツゴー。はい、ということで早速やっていきましょう。はい。一番ってどうするため一番不利だった。そうだね。ずっと寒い。はい。シーリー。CD だよね、お前な。 CD です。俺ら師匠っていうかな、ああレジェンドだから。そうだよ。お前の気持ちを見せてくれ。マジか、行ってやるぜ。わぁ、何じゃあ、ヒエ行こう。頼むぞ、じゃあ、翔太、お前マジ止めろよ。はいはい、お前行ってね。じゃあ、行きましょう。ヒエ、お願いします。行きます。わぁ真ん中。へぇおいかいや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 、はい、ということで、はい、見てください。はい、もうね、一番パーカー脱いだ時点でも寒いよ。いや、お前まだ大丈夫。はい、行きました。脱ごう。どう、翔太、今の痛い痛い。水をちょい。あ、いいね。ダメ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 、シールドしてないです。ダメです。オッケー、脱ぎますね。あ、まだまだ大丈夫。はい、行きましょう。オッケーオッケー。はい、ということで風も強くなってきましたよ。はい、2番手どうしますか。これ行っちゃうかな。じゃあよしく行け。じゃあお願いします。行きましょう。はい、なんかね、今日はね、特にいつもより入る気がします。何の何を根拠。俺もね、わかんない。ただ単になんか入りそうっていうのがただ単にあるんだよ。なるほどね。それがあるから。だってよしくん今日朝一さ、翔太とさ、豪輝と3人で桃鉄やってましたから。なんかだね、式挙げるだけ。え、どうだった結果として今途中経過。マイナス26億ぐらい。なんで入る起き起こすの。まあ行きましょう、よしくお願いします。さあ、よしくん1枚脱いで、はい、待って、はい、T シャツ。もう半分じゃない。はっ、寒くない。まあ、今は大丈夫。マジ、はい、すごい、おい次どうするか、俺行っちゃう。ザコ2人続いちゃったら、なんか同じ家ずっと寝ちゃう。あ、同じ家で寝ちゃう。まあ、ここにちょっと決めで見せてきました。はい、頼むぞ。はい、ということで前回僕、一人だけ唯一裸になってないから、うん、おお、まあ、今回もちょっと俺のファンの人には申し訳ないけど見せられません。行きましょう。暑い暑い。はい、ということでこいつ多分前回俺に負けてるからプライド的にめちゃくちゃ悔しかった。あのね、ちょっと悩んだんだよね。あ、足で1回はちゃんと飛び出す。ああ、そういうのあるよ、しょうが気をつけような。はい、ということで次ゴーキーか。はい、します。止めていいから。オッケー。なんか上手いやつが2人連続続いちゃってちょっと申し訳ない気持ち。誰が言ってんの誰が言ってんの。やっぱ赤の次来るとしたら青じゃん。あ、ブルー。やっぱ
あブルージャパンとしてあれなんだっけ、サムライジャパンっていうか、サムライジャパンとしてここはちょっと決めます。お願いします。はい、よし。あ、じゃあめっちゃ舐めてた。あーめっちゃ来ないだろ。なんでウェイターから飛んどこうと思ってできるようになった。めっちゃダメだよ。すごい。さあこれ、あー今回すみません、初めて決められた。確かにでかい。はい、というか1周終わったので、はい、2周またヒュー君から。やだもう。まあここから本気本気で、もう、はい、もう遊び終わり。さあさあ行きましょう。お願いします。はい、さあ行こう。ゆっぺー今回脱がないっすよ僕。みんなごめんなさい、僕の裸今日ないで。コウさん、ちょっとヨシコとヒューが今後サッカー下手くそキャラになるんじゃないですか。ヨシコとヒューが今後サッカー下手くそキャラになるんじゃないですか。これ止められたらちょっとやばいね、ヒューね。やだよ。行こう。行きます。ショートに外しちゃったんですよ。ごめんなさい。一回本気ですよ。二回止めたのに二枚。そうだね。はい、いや、勝手に行こう。もう無理です。どういうシステム。ああ、まだ見えない。はい、ということで、3分半袖。オッケー、ということで、もう行こう、よしくん。よしくんはね、本当にね、毎回絵を考えてわざと下手くそをやった。優しいね。よしくんの動作めちゃくちゃ背高いもんね。関係ねえ。身長だけで言ったらだってあれじゃん、高井さんとかさ、富安さんとかよりでかいから。まあそうね、身長だけだったら。確かにそれはそう。それは確かに。でも仮にお父さんの話だよ。息子がそれに凝縮されてるから。まあ俺はメッシみたいな体型だから。体型だね。そうだね。いやショウタ、はい、待ってくださいね。ヒューからしたらショウタも本当にあるよね。だってヒューの時めっちゃ強い。何やってんの、なんで止めない。こいつらが枠内でやっぱびっくりする。ふざけんなよ。やばやばいね。マジやばこれ、大波乱だ。確かにいつ終わるだよこれ。やばいね。そういうことでね、よしくもセーフということで、じゃあ僕次行ってきます。はい、あなた行きます。2連ちゃんは本物。日本代表ちょっと最近ストライカー足りてないんで俺いるんちゃいまっか。スーダイスイエーイ、すごいウェイ、やっぱエースストライカーだわ。完璧や、シュシュだ。翔太おい翔太来い。翔太待って、今日やばいよ、失点多いよ。翔太、お前同じど真ん中だろ。ちょっと高さが違うだけだろ。失点多いねえ、何やってんの翔太。朝一、朝一、朝一、俺もだよ、俺も朝一言ってるけど、そいつに桃鉄やった時、うおはい、ということで俺もセーフ。ねえ、楽しいよ一番。全然楽しめてる。ということで、ゴーキお前これ2周行ったらもう俺と同じで、もうお前がエースだ。ありがとう。危ねえって行こう。行きます。ショウタ、止めろ。ちょっとお前2回連勝やばいから。ごめん、ショウタ、ほんとにマジで集中。ショウタ行きましょう。行きます。ナイスコースだって。今のはうまそうね。はい、それでゴー君続きました。え、ヌムの何言うよ。なんだろう、今日は仲良く PK の会じゃない。そうだよね、仲良くの PK 会が気になるの。無駄もない。じゃあ行きまーす。はい、行きまーす。
ちょっとエッチなシーンやめてください。誰も興奮しないお前みたい。はい、マジかサミー、もう夏やんお前。殺さつとか。はい、じゃあヒゲ、もうお前これ多分外したら、もうないじゃん。外したらもう脱いで、もうあの腹踊り一発ギャグやって。やんねえ、バカ重くなってる。大丈夫だから。はい、ヒゲありがとうございました。じゃあ切れるよ俺。え、ちなみに言っとくよ、カメラがいて服着ていいとかなしだ。本当に俺はそうです。裸のゴールの裏にいて。前回覚えましたもんね、裸のゴールの裏にいて。だってそうだね、ヒゲこいつマジ？そういうキャラじゃないのに。違う、違う、お前が一番手だ。よっしゃー。絵面同じように見えるけど、あいつだけ2回外してる。そうだよ、そうだよ。いいか、いきまーす。無駄にね、脇毛もセットしてこいよお前。はい、じゃあこっち来てください。オーケーオーケー。いや、まさかだったね。波乱だね。はい、キエイ、でもお疲れ、頑張ってます。仲間敵だよ。はい、来い。はい、というヒル君、30年間勝ったりございます。え、まずこれってさ、いつまで食べてるの？みんな終わるまで。企画終わるまで。今日の0時までしょ。そうそう。12時すぐ来たら終わるから。ほぼ5歳やんじゃん、ここの残り。もし3人で裸だったら3人で裸で。ああ、それはそうだ。はい、じゃあ続いてヤシ君。はい、よっしゃ。ヒル君も画角ガイドもあるので、ゴールの後ろに行きます。だからコースとか教えてくれる。ああ、そう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 。よくあるよ、海外サポート。オッケー、やってくれる。今だけやれば。ああ、ヤシ君行ってください。ヤシ君はどうせすぐ行くから、実質俺らの戦い。俺らな、やっぱ前と出会えたよなって。大好きで、ありがとう。行こう、ヤシ君。行きます。そう、1枚しかないけどさ、これ見えたら裸になっちゃうかもしれない。でもパンツ見えちゃう、パンツ見えちゃう、パンツでいいや、パンツでいいお前。皆さん、パンツ、うわー、ありがとうございます。あんまりタイツかタイツ脱いだみたいなもんだけど。確かに、ほぼないんだよ。長尾さんポーズやって。長尾です。誰に需要があるの？誰に需要があるの？はい、戻ってこい。あと、よしくは上脱いだら終わり。そうです。飛行機があと2枚ありますよ。で、僕まだゼロなんで、はい、まあこのままゼロで格好着ちゃいます。あ、ダメ。このまま行ったらもうね、ゼロで行ってほしいよ、ライクには。行きます。来週大キーだった、あれは。あれはもう、メッシーとクリロの対決よ。ちげえよ。どっちがキーパーやってんの？キーパーの上手い人出した。そういうことか。わー、ということで僕らお願いします。はい、まだね、まだ見れませんよ。まだまだそう簡単にね、もうちょっと有料になりますから。はい、課金が必要です。課金が必要です。はい、で僕らお願いしました。はい、同期行ってください。じゃあ行ってまーす。同期ね、ここ決めたら結局俺と並ぶわけです。そうだね。行きましょう。行きます。ごっちゃ。いつも俺こうやって式年写真のために日本代表の真似する会あったわ。何があるんだろう。それは本当にないですよ、これ。はい、トイムゴーキセーフ。お前やったいし、やりますわ。はい、ということでね、もうゴーキ決めて苦手なコースも分かったんで、翔太はこのまま闇落ちさせます。闇落ち、どういうこと。こんな決められたぐらいで闇落ちさせます。闇落ち翔太、闇落ち翔太、いきます。お願いします。弱いやん。勝利できない。はい、マジかー。どうも、ガンジーです。非暴力。ガンジーさん、お疲れ様です。
はい、ということで、はい、ということで、よしくん、脱衣&チームだったり。はい、ということで、よしくん、残念ながら打楽会です。はい、お前妖精さんだよ、妖精さん。妖精さん言うのはいいから、言ってくれ。サビんだよ、おい。はい、やばい、ついに俺ら2人だけです。まあやっぱ梅やつが残る自然の摂理ってやつか。そうですね、しかも、俺3番目、4番目だったけど、俺先行なんよ。確かに、俺の方がいい。だから同着で言ったら俺の方が先に負けるから。確かに、ちょっとやばいです。これライカに勝てに来たんじゃないの。ちょっとやばい、ちょっとここ決めていきたいと思います。やべって。さあさあさあ、あの何この、何風神雷神みたいな感じの話。風神いいよね。金剛力士、金剛力士像みたいな。見えるからやばいから。行きたいと思います。混合力士の肩をガリガリすぎたの。行きます。これはガチ。え、だってさ、ヨシ君がさ、切る瞬間なんか踊ってるからさ、俺笑いながら蹴ったってさ、ヨシ君の方行ったんだよ。ヨシ君めっちゃびっくりした。何やってそうじゃん。あいつ脱げないわ、大丈夫。おもろ。ドア切ってかよ。いきまーす。でかい。いきまーす。あー、やっと動き戻ってきた。弾遅い、よく見れば。よーく見ると弾が遅い。はい、動きどうします、ガッくん。やべー、ちょっとこれ今1枚なんですよね、俺。脱いだっていいんですか。脱いだら脱いだらダメなんだよね。いや、脱いでもいいんだよ、別に。最後まであればいい、布が。進化しようとしてる。カナオです。カナオです。え、ゴーキ、ゴーキ上向いてるよ、お前。これじゃなくて、上向いて蹴っていい。どんな絵柄なの、とりあえず。寒いです。勝ちたんだ。逆にそっちは決められるからね。決められるか。あっちにも僕いるから。それ付けていい。いや、ちょっとさ、最近俺ゴーキといろいろさ、話したいことあってさ。何？普通にちょっと恋バナとかしてる。長話すんだ。寒い。あいつらもだけど、俺も寒い。じゃあ僕、行ってきたいと思います。はい、じゃあ頼むぞ。行きます。こう見えても僕サッカーやったことありません。やったなぁ。言うかちげえわ。いや、なんかごめん、あの今度から僕 PKA の企画呼ばないでもらえますか。なんか気まずいんで一人だけ。なあ、お前だけなんかさ、ずるして見てる。だってさ、言ったらさ、あの野球のあの少年低学年がやるオレンジボールに大谷選手いるのそこまでは変わんないけど、ね、申し訳ないから、さすがに。あ、翔太が絶望してるかも。翔太ちょっと大丈夫、待って、ゴーキを止めれば。違うよ、もう俺、ラインを決められることは全体でんじゃない。あいつにあんなに決められてるからもうね。心折れかけてる。結構折れてる。もう無理、俺ラインを止められてる。よっしゃ、心まで折ったぞ。ゴーキ、お前これ最後心折ってくる。いきます。行ってこい。あ、待って、ゴーキさ、よく見たら結構筋肉ある。いや、すみません。骨やでっかいだよ、骨や。言われてるよ。きまーす。はい、オッケー、いつもの動き、ありがとう。サンキュー。あ、動きもあったかい。ひねやつ、仲間ちょっと行ってあげて。どうも、三枚おろしでーす。え、俺だけ白くてなんか。お前、これグラデーション何だった？グラデーションだって、お前が黒いだけだよ。え、仲間になりたそうな顔してるけど。ほら、俺たちさ、暗いよ。もうさ、4兄弟を目指してたじゃん。そう。だからさ、最後さ、やっぱりね、せめてどっちでもいいんだよ。ロン毛のお兄ちゃんか、筋肉お兄ちゃんか。そうだね。あ、じゃあ最後、本当にあと一発だけ勝負して、もう俺が決めたら翔太、全裸で並ぶ4兄弟。俺外しちゃったら4兄弟って感じ。翔太も大丈夫。オッケー、行きましょう。ちょっとマジ負けんなよ。え、
3人はどっちかって言ったらどっち応援するの？どっちもいいから早く言って。ダメダメ上を着させてほしい。どっちどっちに。ライダーライダーに決めてほしい。翔太翔太はい、あ、じゃあ決めて。ライダーライダーライダーかっこいい。じゃあライダーはいライダーライダーいや、時間使わなくていいからライダーあと俺行きます。脱ぎたいだけじゃん。いやー、もうそうね、持ち上げないんだね。めっちゃいいからしてんだけど、バリバリやん。キモこいつ脱ぎたかったみたいな。めっちゃ力入れてるやん。ブレブレしとるやん。ありがとうございます。なんか魚の方が言ってます。はい、ということで、今回夏はこのような結果になりました。おかしいだろ、普通に。何よ、お前ら3回外してるよ。俺2回外してこの姿になってる。理不尽すぎない？いやね、でも俺その分早いから。ルール上ね、プレッシャーに負けたのは俺。そうだよ。おめえがさっきのどの口言ったんや。もうライダーのボールも止められないかもしれない。だから枠が言った。はい、という感じで、まあ、次またナオ粒子いないから、ナオの大きな体と粒子の細い体を見せたいと思います。という感じで、この動画面白いと思ったらぜひ、チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。それでは次の動画でバイバイ。最後の動画見てくれて本当にありがとうございます。いやー、ということで今年も結局抜いちゃいました。まあみんなめちゃくちゃ寒いけど体調には気をつけて2023年乗り越えていきましょう。それでは次の動画でバイバーイ。